はい、どうもエナジー福田です。今回から GoPro 新しくなりました。なんと新製品の GoPro 9というものを使ってきました。はい、で音声入るかっていうのと、まあ、映像どうかっていうのをテストしに行ったんですけど、うまいこと魚が釣れたんで、はい、その様子をチェックしてみてください。そうですね、新しく変えて結構画角が広くなったっていうのと、マイクがもう GoPro 自体のマイクでいけるようになったんで、まあ、そのあたりもチェックしてみてください。追われてる追われてるあれはめっちゃ綺麗に映ってそう。やっぱウィード近くにいるんですね。離れすぎたかな、これは。ね、2回目食ってくれたけど、そっちも小さかったような気がする。これちょっとあの外がうるさいけど、音声取れてるかチェックのためちょっと、はい、喋ってますうるさい、多分うるさいが勝つかな。いやテールはちぎられてないから、あ、この辺やられてる。フックまでいかんサイズが来たんかも。いいよいいよ。ハンドル滑った。来てないかな。ダメだ。ハンドル滑ったっていうより、あのちゃんと食い込んでなかった気がする。ハンドルのせいじゃないハンドルのせいにしたらいろんな人に怒られる僕のせいというかバスのせいです。あのゴミゾーンに入りそうやな。あ、乗ってしまったらいいんだ。まあまあ近く流せるからいっか。あ、食ってる食ってた。ゴミに引っかかってあっち行ってると思ったら食ってためっちゃ小さい。はい、このサイズ。はい。捕まえれるかな。あ、バラした50センチの距離でバラした。そう、
然飛んできた。サイズはあれやけど、小さい映ってるかな、あっちのカメラ。下唇ごめんね。よいしょ。ちょっと小さいサイズでした。突然飛んできてくれた気持ちいいやつ。食ってる？嘘。食ってたね。なんかずっともぐもぐしてたっぽい。嘘。着水してすぐよ。何ここ、まあ、去年もねここめっちゃ釣れたんですけど、やっぱこの場所にはエビシャットが合ってる、こんな気がする。もぐもぐしてた。ちょっと今ウィードついてるのあれですけど、絶対あれは魚でしたね。針先だけ隠しておこう。当たった。乗ってるね。ちっさい？乗ってる？乗ってなかった。残念。なんかデカバスゾーンと小バスゾーン、ここも分かれてるっぽいですね。さっきから。デカバスゾーンの横に小バスゾーンがあって、デカバスゾーンで反応なかったらその後小バスがついてくれる、なんかそんな気がする。ちょっとね曇ってきたんで4インチとかに上げた方がいいような気がするんですけど、まあ、3インチでもねこうやって反応してくれてるんで、まあまあ見えはするんかなっていう、変にでっかくするよりかなっていう感じで。こうやってね足元見えるかな、ギルが浮いてきてるんですよ。これでなんか変化ありそう、で、ウモやってきたんでベイトフィッシュはたっぷりあるはず。やめてほしいな、あそこを狙ってたとこなのに荒らされる。潜るな潜るな、そのまま飛んでいけ。潜るなよ潜るなよ。あ、でも絶対潜るよな、あれ。しすぎたかな。釣れた。こっちをパク。あ、気持ちいい気持ちいい。この竿のしなり見てください。あ、こっち走った、こっち走ってる。
遠投先からの、ああ久々に気持ちいいやつ釣れたな。これサイズはどうなんだ。あ、なんかちょっと潜り出した。出てきて出てきて出たサイズは、お、いい感じ。キャッチ出た。プリ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 の来た。めっちゃ餌食ってるやつやん。これやったぜ。こっちのカメラにも映ってるかな。やりました。ブナ、サイズは45ぐらい。でもプリプリ、はい、結構ね、いいバスでした。まあ、口の中に入ってたってこともあって、ちょっとリーダーがザラザラとしてきたんで、少しカットして交換したいと思います。久々に気持ちいいやつやったな。あんな沖でやっぱねかかって、で太鼓もでかいんで、まあ、そういう意味でも最高に気持ちいいバスでした。まあ、本当落ちパクだったんで、特に何をしたっていうわけでもないんで、はい、もうあれですね、エビシャット無名シュリンプのおかげで釣れた感じです。はい、続き、次はですね50、はい、狙っていきたいと思います。気持ちいい50狙いたいですね。